はい、じゃあ今日は7月から2期が始まる彼女をお借りします。1期を主人公木下和也の気持ち悪さと一緒に振り返ろうと思います。どうしたのハム君、そのテンション。てかなかなか攻めた企画だね。下手すりゃ炎上。いえ、確かにカノカリは人気作品ですけど、ファンの8割は僕みたいに和也のこと嫌いなので大丈夫ですよ。ヒロインたちのクオリティだけで持っている作品。おっと、これ以上やめておこうか。和也のクズさは IQ だよ、IQ。それ込みでの人気なんだから。じゃあ所長が軽く作品の説明しちゃうね。彼女をお借りしますは週刊少年マガジンで連載中の大人気ラブコメ。あらすじは今から振り返っていくから省くとして、アニメだと声優さんも豪華で演技、作画のクオリティがかなり高いことでも有名。アイミヤさんのチェゼルはかなりハマっていますよね。アオちゃんの科学の演技も、遠山さんの妹感も、リエリンの小動物感も完璧な配役。それでも今日は可愛いヒロインたちではなく気持ち悪い主人公を軸に話していきますのでご了承ください。今日のハンム君は情緒不安定モードだ。じゃあまずは1話かな。初めてできた彼女に振られて、昇進中のカズヤの目に飛び込んできたのはレンタル彼女のサイト。やけくそで依頼した彼の前に現れたのは、絵に描いたような美少女、水原千鶴。はい、ここでカズヤくんの起床ポイント。元カノのマミちゃんが NTR されているのを妄想して検事活動、振られて速攻レンタル頼む、浅い付き合いだったのがわかりますね。そしてレンカの代は両親の仕送り、お金の重さを知らないクソ大学生なのがわかります。そのテンションで行くの？まだありますよ。振られた腹いせにレンタル彼女を直接避難。親の金で生きてるくせに水商売を見下すなんて、彼は神様か何かなのでしょうかね。まあ確かに精一杯働いてる人に対して虚しくないのってのはひどかったよね。それでデート中に祖母が倒れ、その場の流れで彼女と言い張ることに。身内を巻き込んだ大嘘。まあこれは話を進める上で必要イベントってのは理解できるんですけどね。そんなこんなに付き合ってることになってしまった二人、今では大学、はたまたアパートまで同じだと発覚してしまうんだよね。毎週水曜、祖母のお見舞いの時だけ彼女のふりをしてもらう契約をした二人は、和也の友人、そして元カノのマミちゃんに付き合っていることがバレてしまう。もちろん今でも安定のグズさがあります。とりあえず土下座で懇願、友達に目を張る、しかも調子に乗りながら、まさに虎の威を狩るゴキブリとでも言っておきましょうか。さらに元カノのマミちゃんから水原がかばってくれたのにもかかわらず、以上張ってマミちゃん側につくというどうしようもなさ。一周回って好きになってきましたね。ということで3、4話はみんなで海に行きたい。もて遊んでいるのか、はたまた本気で復縁しようとしているのか、元カノマミちゃんは童貞カウチンを誘惑していきます。付き合ってた時のエピソードはきつかったですよね。付き合ってすぐに子供の名前を考えていたりと、すぐ別れる浅いカップルの代表例ですよね。あとマミちゃんの脈があると思った途端、調子に乗ってみんなの前で水原と別れる宣言、殴られて当然ですよね。はい、じゃあそれで5話。船から落ちた水原を助けて気絶した和也は、人工呼吸で助けられ水原への思いを自覚すると。恋心に気づくシーンが自分の肉棒を握って元カノをおかずにしている最中ですからね。洗練された作画と人気声優の演技でごまかされている感がありますけど、普通のアニメだったら炎上ものですよ。確かにちょっと下品ではあるかもね。それでお次は6話。友人栗林とダブルデートすることになった2人、新たなヒロイン更科ルカちゃんの初登場会だね。有料彼女で優越感に浸るオスどもはあまりに滑稽ですが、特段言うことはありませんね。ちなみにルカちゃんを演じる遠山さんの代表キャラについての動画が上がっておりますので、よければそちらも見てください。ということで7話。まさかまさかのルカちゃんが和也に惚れてしまうという。まあラッキースケでは仕方ないとして、はい、また出ました、殿下の宝刀土下座。頭の重力が人より強いでしょうね、和也さん。てか友達の前でレンタルありがとうございましたって、かわいそう栗林。ルカちゃん可愛いですけど、ある意味やつにぴったりかもしれませんね。好きな水原に彼女を作る応援をされているとはいえ、これまたお試しでルカちゃんと付き合うことになるからね。てか少しずつ和也がまともになっているおかげで、ハンムクの毒舌が減っていて助かるよ。じゃあ8話。クリスマス、水原をレンタルできなかった和也は街でイケメンと話す彼女を見つけてしまいます。まあ実は役者仲間で、和也はプレゼントもらうというオチなんだけどね。待ってましたよカズチン、ストーカーはいけませんね。将来が心配ですよ。まあアニメだからね。さて物語の中盤、キューバはルカちゃん会だね。カズヤをラブホに連行したり、家族行事に参加したりと、家族に嘘をつく二人を止めようとするルカちゃんと、戸惑う二人って感じかな。水原の前で彼女だと言い張るルカを、虚言癖設定にする鬼畜っぷりには驚きましたよ。さすが我らのカズシン、世界は君を中心に回っているんだね。確かに言われてみるとひどい話だね。じゃあ10話、盛大な恥をさらされ、女性不信になってしまった栗林と、水原がデートするよう仕向けるカズヤ。水原もレンカノだったと打ち明けるシーンは、さすがに友情を感じられたよね、ハンプ君。まあ確かにそうですけど、もしこのシーンがなかったら、この作品とは縁を切っていたでしょうね。まあ少しは見直したと言っておきましょう。素直じゃないね。ということで残るはあと2話になりましたけれども、11話はようやく桜沢すみちゃんの登場。水原のレンカノの後輩で、超絶コミュ障のすみちゃんの修行をカズヤが引き受ける回だね。原作だと2年くらい姿を見てない気がしますが、可愛いですよね。ディエリー最高です。オタク好み満載って感じの子だよね。どう？ナンパされるスミちゃんを助けたカズヤは、ちょっとは男らしくなったんじゃない？ぐー。
ハム君のブルーヌーが聞けたところで最終話。スミちゃんきっかけにレンカノの存在を知ったノミちゃんがメザーラにたどり着き、レンカノを依頼することに。バイト先に現れた二人を見て戸惑うカズヤ、偽りの関係をやめるよう伝えるマミとカズヤをかばうミザーラ、そして何もできずにうずくまるだけのカズヤ。最終話もアンテナヘッピリコスですね。必死でかばってくれたミザーラが完全に空回りしているのもあれですが、最後マミちゃんじゃなくて君がいいと言って一気甘くを閉じるわけですね。やっと終わってくれた。カズヤのクズさと照らし合わせてアニメ一見振り返ってきたわけだけれど、後半は毒舌も減ったし、ちゃんと物語を通してカズヤは成長してるんじゃない？そりゃ僕も鬼ではありませんし、そこは認めますよ。2期でアニメ化されるかは分かりませんが、映画を作る上演の時は不器用ながらもかっこよかったですしね。でもね、ついこの間までやってたハワイアンズ編で全て台無しになったのをやっぱ好きにはなれません。あちゃー、確かにあれは所長も不快だったな。まあ、それも含めてカノカリの魅力だと思うしかないね。2期ってどのあたりの話やるんですかね。正直あんまり覚えてないからわからないな。でも1期で出番がほとんどなかったスミちゃんの活躍はたくさん見たいな。ホームページにあるビジュアルもすごいですよ。うわ、ほんとだ、全員超絶可愛いね。楽しまなきゃね2期。まあそうですね。でもまあこの辺で締めたいと思いますが、企画とはいえ不快に思われた方もいらっしゃると思いますので、カズヤに対する誹謗中傷につきましては深くお詫び申し上げます。エンタメとして楽しんでもらえたら嬉しいです。まあ誹謗中傷というよりは愛のあるいじりみたいなニュアンスで捉えてもらえると助かります。カノカリ好きでも同じような考えを持っている人もいると思うし、まあ面白い企画だったよ。アンデ君フォローありがとうございます。ラブコメ主人公って大変なんでしょうね。オタクの嫉妬だと思ってください。それじゃあここまでご視聴いただきありがとうございました。エンタメをより楽しむための情報をきっと発信しておりますので、よろしければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。夏アニメ楽しんでいこう。